ヘイミッシュ・マッカンは、スコットランドの作曲家、指揮者、教育者。オペラやカンタータ、助曲、パートソング、気楽曲、歌曲などを作曲しており、いずれ作品でも、スコットランドの様式が際立っている。ロンドンに今日構えつつも心から、スコットランドの民謡を愛したマッカンは、生涯故郷の音楽と音楽界の第一人者で、あり続けた。マッカンは、ジェームズ・マッカンという名前で、 クリーノックに生まれた。父は、船舶手であった。1883年に、奨学金を獲得したマッカンは、ロンドンへ赴き、王立音楽大学に入学、ヒューバート・パリーやチャールズ・ビリアーズ・スタンフォードの下で、学んだ。マッカンの最初の成功作は、1887年11月5日に、水晶宮で演奏された、助曲、 山と湖の国であり、この曲をもって、末ンの名は広く知られることになる。続けて発表された作品はいずれもスコットランド風に色付けされたものだった。1888年から1894年にかけて末ンは、王立音楽大学の教授を務め、そこで長きにわたるマーマデューク・バートンとの芸術的、協力関係並びに進行を築いた。 1888年、マッカンは、幾度か自らの肖像画を描いてもらっていた画家の、ジョン・ペティの娘、アリソン・ペティと結婚した。二人は一人の息子を設けた。ジョンは音楽にも熱心で、マッカンがキャリアを積むべく自作を披露する演奏会を、企画した際に助力を行っていた。こうしたことが、きっかけとなり、カール・ローザから、スコットランドの題材に基づくオペラの移植を取り付ける。 ことになる。末巻のオペラ処女作となる、ジェニー・ディーンズは、彼自身の指揮により1894年11月15日に、エディンバラの王立ライシーアム劇場で上演された。オペラ、ディー・ハーマドは1897年10月23日に、ロイヤル・オペラ・ハウスで上演された。彼は、数年間にわたって、カール・ローザのオペラ工業会社で、その後は、 他の会社も指揮者を務めた。多忙を極めた作曲、指揮、教職のスケジュールは次第に末端の健康を蝕み、彼は1916年にわずか48歳でこの世を去った。出展。ありがとうございます。